び準備クラスを行います。それでは選手入場です。今大会検診所各高校生クラスに出場する6選手は、現在京都の大橋競輪場に出場している京都高校生のメンバーです。この夏の負けの実力を出す走りにどうぞご期待ください。それでは出場する選手を紹介いたします。1番大久保高校天野雄二、2番同じ大久保高校奥田照、3番大久保高校浜田世代、4番大久保高校京都の北桑田高校のステージ競技部出身ということで、から今走っている選手たちの先輩にあたる選手たちであります。さあ4周回ということはもうこのあたりで出しょうということになりますね。そうですね、誘導員が残り帰ってきて2周回ですね。残り2周ですね、はいはい、なので、ここからもう展開をいろいろと選手たち考えて走っていると思います。スピードが上がり2周回誘導が退避しました。この1番の天野選手はね、持久力の強いある選手で、このまま先行に持っていくのか、はたまた他の選手が、どこかでタイミングを見て仕掛けるのか。はい、3番の川鍋選手、5番滝山選手が、少し前に出てきております。はい、川鍋選手を先頭に残り1周回、はい、そこをバックまくってきたのが6番山岸翔太選手、そしてそれに続くのは4番長谷川匠選手、そして2番、奥田健選手が一気にまくりきり前3名、そして4番、長谷川匠選手が追い込んでくるか、最後ゴールはどうなるか。おっと最後際どいですが、そうでしたね、4番、はい、長谷川選手が差し切ったのではないでしょうか。はい、そのように見えますけれども、かなり接戦のゴールになりましたね。
そうですね、やはり高校生たちのなかなかゴール前、熱い接戦のレースが見れました。はい、さあ皆さん、 KCC カップジュニアクラスの皆さんに大きな拍手お願いします。はい、ありがとうございます。はい、選手たちは一旦こっちバックで降りてください。こちら方で降りてください。はい、そちらで自転車降りていただいて、1着になりましたのが4番の長谷川選手、2着6番の山岸選手、3着は2番の奥田選手という決定になりました。それでは4番の長谷川選手にお話を伺っていきたいと思います。はい、マイクをお持ちいただきましょうか。はい、まずはおめでとうございます。今のお気持ちどうですか？嬉しいです。こういうレースっていうのは参加されたのはどうですか？初めてですか？初めてです。ということはそのユニフォームを着たのも、はい、着心地はいかがですか？ちょっと長袖慣れてないんでちょっと暑いです。はい、いや今回は優勝ゴールということになりました。では応援していただいた皆様に最後にメッセージをお願いします。暑い中見てくださってありがとうございました。よろしいですか？はい、いつもここで練習はされてるんですね。はい、はい、どうですか、KD 選手のレースっていうのはご覧になりました？加速のスピードとか最後のホームストレートのスピードがやっぱり僕たちと違うのでとてもすごいと思いました。未来にそういう像はあります？ちょっと難しいですか？はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、優勝しましたのは4番の長谷川選手でした。ありがとうございました。それでは選手の退場です。選手の健闘をたたえ温かい拍手をお送りください。はい、その前に記念撮影を行っておきましょう。順番に並んでいただき